町より頼り、衛生組合への直接持ち込み実証期間を設けます。現在、家庭系ゴミを町役場を経由せずに小川地区衛生組合に直接持ち込みできるように検討しています。令和3年4月開始予定の本実施に向けて1週間の実証期間を設けます。実証期間12月14日月曜から18日金曜の5日間。注意事項。実証期間中は役場で発行する搬入申込書に必要事項を記入し、衛生組合の受付に直接提出することで直接持ち込みできます。直接持ち込みの際に搬入申込書と写真付きの搬入者の本人確認できるもの、運転免許証などが必要です。小川地区衛生組合で処理できないものは持ち帰りとなります。問い合わせ、建設環境課、環境担当、電話 65-0814。12月1日は世界エイズデーです。早期に感染がわかれば、治療法の進歩により発症を抑えることができるようになりました。県設置の保健所では、匿名、無料、予約制で HIV 検査を実施しています。HIV、エイズのほか、性感染症に関してご心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。なお、東松山保健所では、庁舎の改修工事のため、令和2年8月から令和3年3月まで検査を中止しています。受験希望の方は東松山保健所以外の保健所へお問い合わせください。問い合わせ、東松山保健所保健予防推進担当、電話 22-0280。発熱などの症状がある場合の受診方法が変わりました。身近な医療機関で新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ両方の診療・検査ができるようになりました。発熱などの症状がある場合には、県のホームページなどで公表されている埼玉県指定診療・検査・医療機関の連絡先や受付時間等を確認し、事前に必ず予約の上受診してください。医師の判断で必要に応じて新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの検査などを行います。問い合わせ、埼玉県受診相談センター、電話 048-762-8026、または県民サポートセンター 0570-783-770。財務省関東財務局の相談窓口です。関東財務局では、金融取引や多重債務に関するトラブルについて、地域の皆様からのご相談を無料で受け付けておりますので、一人で悩まずに、まずはご相談ください。詐欺的な投資勧誘に関する相談、電話 048-613-3952、電子マネー詐欺相談、架空請求等、048-600-1152。借金の返済でお悩みはありませんか？ 048-600-1113。新型コロナに関する金融相談ダイヤル、048-615-1779。東松山西条から年末年始における東松山西条業務のお知らせ。12月29日火曜業務日、
30日水曜、休業日受付のみ、31日木曜、業務日、令和3年1月3日日曜、業務日、通夜開始、4日月曜、業務日、通夜なし、5日火曜、休業日、受付のみ、いずれの日も午前中は厚生市町村のみ、厚生市町村以外の受付、予約は午後からです。令和3年1月1日金曜、2日土曜は休業日、予約確認もできません。火葬業務、9時30分から14時30分、火葬時間は通常1時間30分程度で終骨となります。問い合わせ、東松山斎場、電話 22-4279。がんワンストップ電話相談。働くがん患者さんの治療と仕事の両立を支援するため、複数の専門職による相談会を開催します。対象者、県内在住または在勤の就労中のがん患者の方、休職中の方も含みます。日時、月2回、18時15分から20時15分、最終受付20時、12月4日金曜、16日水曜、令和3年1月8日金曜、20日水曜、2月2日火曜、15日月曜、3月2日火曜、19日金曜、費用は無料です。対応者、看護師、医療ソーシャルワーカー、両立支援促進員など、お申し込み、お問い合わせは、埼玉県疾病対策課、電話 048-830-3651。勝野光助財団、令和3年奨学金及び助成金のお知らせ。一般財団法人、勝野光助財団では、今年に引き続き来年も、時川町在住の高校生を対象に奨学金を支給します。また、時川町で活動している団体、グループに対し、必要な資金の一部を助成します。メールまたは電話でお気軽にお問い合わせください。高校生への給付型奨学金。対象者、令和3年4月に高等学校に入学する意思を有する者。高等学校1年から2年までの在学中に特に経済的な支援が必要となった者。支給額、普通奨学金。年額12万円、入学時特別奨学金10万円、原則として返済の義務はありません。出願手続き、小学生募集要項、小学生願書は教育総務課第2庁舎2階にあります。詳しくは募集要項をご覧ください。申し込み期間、令和3年1月4日月曜から1月31日日曜、団体グループへの助成金、対象者、魅力あるまちづくりや子どもの健全育成、社会福祉の向上、環境保全等のために地道な活動を続けている団体及びグループ、助成額、必要な資金の一部を年額10万円を限度として助成します。出願手続き、助成金募集要項、助成金申込書は企画財政課本庁舎2階にあります。詳しくは募集要項をご覧ください。申し込み期間、令和3年1月4日月曜から2月28日日曜、問い合わせ、一般財団法人、勝野光助財団、電話 03-5212-9566。 愛の募金運動に対してのお礼、
青少年の健全育成、地域の安全安心のために活動する更生保護助成会、法務省首相による社会を明るくする運動、協調月間に合わせ、今年も更生保護助成会の活動の一つである愛の募金運動に多大なるご理解とご協力をいただきましてありがとうございました。心より感謝申し上げます。いただいた募金は総額227,592円となり、小川地区更生保護助成会を経て埼玉県の本部に納入しました。この募金は犯罪や非行から立ち直ろうとしている人たちや青少年の健全育成、地域の安全安心のために使わさせていただきます。これからもより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。更生保護助成会時川支部、問い合わせ福祉課、電話 65-0813。人権啓発イベントを開催します。人権尊重社会を目指す県民運動協調週間の事業としてオンラインで人権啓発イベントを開催します。日程12月4日金曜から12月10日木曜。問い合わせ埼玉県人権推進課、電話 048-830-2258。 ここまでの担当は川端でした。水道管の冬支度をお願いします。気温が低くなってくると水道管が凍結し水が出なくなったり水道管が破裂したりします。特に日当たりの悪いところ、風当たりの強いところにある水道管は注意が必要です。凍結させないために、剥き出しになっている水道管や蛇口には、発泡スチロール製の保温材や毛布を巻くと効果的です。メーターボックスの中も発泡スチロールや使い古しの毛布などを入れて保温してください。凍結・破裂してしまったときは、凍結してしまったらタオル等をかぶせ、その上からぬるま湯をゆっくりかけてください。熱湯を直接かけると破裂したりひび割れしたりすることがありますので注意してください。破裂してしまったらメーターボックスの中にある止水栓、バルブ、またはレバーを締め、破裂した部分に布やテープを巻きつけて、指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。漏水の有無を確認してください。寒くなると凍結により漏水が多くなります。水道を使用していないのに、水道メーターのパイロットが回転していると漏水の恐れがあります。こまめに確認していただき、回転している場合は、指定給水装置工事事業者へご相談ください。確認方法がわからない場合は、水道課までお問い合わせください。問い合わせ、水道課、電話 65-1555。 新しい生活様式の納税を、町では税金などの納付に、口座振り替え、コンビニ収納、スマホアプリ決済をお願いしています。新型コロナウイルスの感染予防のためには、3密対策やソーシャルディスタンスの確保などの新しい生活様式を実践していく必要があります。この新しい生活様式を心がけることで、新型コロナウイルスをはじめとする感染症の拡大を防ぎ、自分のみんなの命を守ることにつながります。口座振替のメリット。1、ご指定の預貯金口座から自動的に引き落とされるので、納め忘れがなく安心です。2、
納付のたびに金融機関などに行く手間が省け、期限内に納めることができます。3. 一度手続きをすると、翌年度以降も継続されるので便利です。手続きは役場税務課窓口で用紙を受け取り、指定する金融機関にお申し込みください。コンビニ収納のメリット。全国のコンビニエンスストアで時間や曜日に関係なくライフスタイルに合わせていつでも納付できます。スマホアプリ決済のメリット。1. スマートフォンなどで休日、夜間を問わずいつでもどこでも納付できます。2. 人との接触がなくなり感染予防につながります。詳しくは町ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ、税務課、徴収担当、電話 65-0811。確定申告に便利な ID パスワードを取得しましょう。確定申告にはご自宅からパソコン、スマホでご利用いただける e-tax が便利です。国税庁ホームページ確定申告書作成コーナーを利用すれば、多くの方が訪れる確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードと IC カード、リーダライタ、またはマイナンバーカード対応のスマホを利用して、e-tax で申告書を提出できます。また、事前に税務署で ID パスワード方式の手続きを行えば、マイナンバーカードと IC カード、リーダライタ等をお持ちでない方でも e-tax をご利用できます。なお、ID パスワードはお近くの税務署において5分程度で発行を受けられます。発行の際、税務署で職員と対面による本人確認が必要です。税務署は年明けから混雑しますので、令和2年12月頃までの取得をお願いします。次の確定申告では、感染防止の観点からも、ぜひご自宅から e-tax をご利用ください。マイナンバーカードと IC カード、リーダライタ、またはマイナンバーカード対応のスマホをお持ちの方は、マイナンバーカード方式による e-tax がご利用いただけます。なお、ID パスワード取得の際は、運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。ID パスワード方式は暫定的な対応です。お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。問い合わせ、東松山税務署、電話 22-0990、自動音声案内2を選択してください。中小事業者等の固定資産税の軽減。新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している一定の中小事業者等については、令和3年度分の固定資産税が事業収入の減少幅に応じて軽減されます。軽減対象資産、所有している事業用家屋及び設備等の焼却資産。軽減対象者。新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している次の中小事業者等。1. 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人。2. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、大企業の子会社等を除く。3. 資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人。軽減割合、
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入を前年同期と比べたとき、30% 以上、50% 未満減少している方は、2分の1軽減、50% 以上減少している方は、全額軽減。申請方法、令和3年2月1日月曜までに、認定経営革新等、支援機関等の確認を受けた申告書及び同機関等に提出した書類、その他を添えて役場税務課へ申請してください。なお、焼却資産を所有されている場合は、焼却資産申告書と一緒にご提出ください。問い合わせ、税務課、電話 65-0811。声の広報時川。声の広報時川は、朗読ボランティア時川の皆さんの協力を得て、音声で町広報誌を聞くことができます。町ホームページ、または次の二次元コードからアクセスが可能です。広報を発行した日から、10日前後に町ホームページで配信します。その他に CD やテープでもお渡ししておりますので、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、総務課、自治人権担当、電話 65-0401。犯罪や交通事故などの被害者相談窓口のお知らせ。話してみませんか？犯罪や交通事故などの被害による心の悩みや精神的不安に関する相談を受け付けています。こちらで話された内容が他人に漏れることはありません。埼玉県警察犯罪被害者支援室フリーダイヤル 0120-38-1858 ファックスも兼用です。性犯罪被害相談電話ハートさんフリーダイヤル 0120-83-8103 またはシャープ8103公益社団法人埼玉犯罪被害者支援センター電話 048-865-7830 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター電話シャープ8891性暴力等犯罪被害者専用相談電話アイリススポットラインフリーダイヤル 0120-31-8341 問い合わせ小川警察署電話 74-0110 冬の交通事故防止運動スローガン人も車も自転車も安心安全埼玉県運転者は子供、高齢者の近くを走行するときはスピードを落とす、ゆとりを持った距離を取るなど思いやりのある運転を心がけましょう。実施期間12月1日火曜から14日月曜までの14日間です。問い合わせ、総務課、電話 65-0401発達障害者就労支援センター、ジョブセンターについて、県では発達障害に特化し、就労相談から職業能力評価、就労訓練、就職活動支援、職場定着までを支援する発達障害者就労支援センター、ジョブセンターを運営しています。センターでは発達障害のために
就労が困難な人の就労を支援し、それぞれの得意な分野でこれまでに400人以上が就職しています。対象、医師の診断や障害者手帳の有無にかかわらず、発達障害の特性を持ち、その自覚がある方で、企業等への一般就労、障害者雇用枠での就労を含むを希望している方。なお、障害福祉サービスの就労移行支援を利用して訓練を受ける際には、医師の診断及び町による障害福祉サービスの受給決定が必要です。場所、問い合わせ。1、ジョブセンター川口、川口市本町 4-1-8、川口センタービル4階、川口駅東口下車徒歩3分、電話 048-227-3400。 2、ジョブセンター草加、草加市氷川町 2101-1、 C バイオビル3階、草加駅西口下車徒歩1分、048-929-7600。 3、ジョブセンター川越、川越市脇田本町 9-1 長谷部ビル3階、川越駅西口下車徒歩5分、049-249-8772。 4、ジョブセンター熊谷、熊谷市桜木町 1-137、 サンライズ桜木、堀口第二ビル4階5階、熊谷駅南口下車徒歩1分、048-501-8917。 グラフ時川。写真で時川の今をお伝えするグラフ時川。珍しい情報や写真は電話 65-0401 広報担当までお寄せください。武田義一さんが瑞宝総工賞を受賞。田中千内、武田義一さんが瑞宝総工賞第34回危険業務従事者叙勲を受賞されました。この賞は、著しく危険性の高い業務に精励し、特に功績が顕著な方が授与されるもので、武田さんは昭和46年4月から平成23年3月までの40年間消防業務に従事し、この間、比企広域消防本部の管理職を歴任するなど、地域防災の推進に多大な貢献をされました。また、平成25年12月からは民生児童委員として、現在も地域福祉活動にご尽力されています。おめでとうございます。賞状を持った武田さんの写真があります。杉田春正さんが瑞宝小綬章を受章。盤上地内の杉田春正さんが瑞宝小綬章教育功労を受賞されました。この賞は長きにわたり公務に従事し、特に功績が顕著な方が授与されるものです。杉田さんは昭和26年7月から平成5年3月まで学校教育に携わり、この間昭和62年からは県立高等学校の校長を務めるなど、教育の振興発展に多大な貢献をされました。また、平成18年2月から平成21年3月まで、時川町教育委員会教育委員長として、地域教育行政の推進に尽力されました。おめでとうございます。勲章と賞状と
杉田さんの写真があります。ときがわ消防団が防災功労者内閣総理大臣表彰を受賞。ときがわ消防団が防災功労者内閣総理大臣表彰を受賞しました。これは昨年の1月23日に大野地内の道平山で発生した林野火災において消防団活動が顕著であったことが認められ表彰されたもので、本年3月に受賞した防災功労者消防庁長官表彰に引き続き表彰されました。全国で40団体が受賞され、県内ではときがわ消防団と東松山消防団の2団が表彰されました。表彰を受けたときがわ消防団小川新吉団長が渡辺和美町長を訪問し、受賞の報告を行いました。おめでとうございます。受賞報告と官邸での記念写真があります。ふれあいの森づくり国土緑化推進機構理事長賞受賞。10月19日月曜に、ときがわ町の森林整備活動や高性能林業機械の貸し付けによる生産コストの低減、さらには山林火災にあった弓立山の民間企業と連携した森づくりへの取り組みが高く評価され、国土緑化推進機構理事長賞を受賞しました。このふれあいの森づくり事業は、緑化の推進に顕著な実績を上げた市町村などの団体が対象となり、令和2年度は全国で11団体が表彰を受け、埼玉県内ではときがわ町が唯一の受賞者となりました。賞状を持つ公益社団法人埼玉県緑化推進委員会松村代表理事と渡辺町長の写真があります。ここまでの担当は大久保でした。